おはようございます。幸せの簡単クッキングのコーナーです。今回はナマコの大根おろしピリ辛ソースの押し寿司を紹介します。今回もナマコですか？そうですね、今回もナマコを使いますね。ナマコはマルヒデさんの商品を使います。出来上がりが楽しみです。はい、ご飯は最高級米玉ねしきを使います。じゃあね、早速作ってみましょうね。はい、材料はこちらです。そうしましたらね、ナマコを切っていきましょう。はいはい、これはね、塩蔵ナマコでもう塩に漬けたもので、うん、塩抜きしてあります。はい、わかりました。で、柔らかいのでね、切りやすいんですけども、こうやってね、ちょっと真っ二つに割ってますね。はい。それで中がこんな風になってるんですが、これはね、筋肉、筋肉なんですよ。筋肉食べられるわけですか？食べます、はい。ちょっとこういった、内臓をね、少し取って、あ、そちらの部分が内臓なんですね。はい、そうですね、これね、取りますね、こうやって。そうしましたらね、食べやすいようにね、切っていきますね。もうこう一口サイズに切っていけばいいわけですね。そうですね、はい。このままの状態で食べられるわけですか？食べられます。コリコリしてね、とっても美味しいですよ。今度はソースを作りますね。はい、こちらですね、はい、大根おろしにかけるソースを作ります。はい、そうしましたらめんつゆを入れてください。はい、めんつゆです。はい、ではこちら、はい、で、お水で調整しますね。はい、小さじ2ぐらい。はい、はいはい、そしてね、これがポイントなんですけども、はい、キムチの素を入れます。キムチの素です。はい、これが美味しいんですね、ピリ辛っとして。そうなんですか。はい、そして先ほどのこのナマコをね、ちょっとかけて入れちゃいますね。はい、わかりました。はい、こちらこうつけておけば、そうですね、少しね、ちょっと入れてください。はい、はい、ちょっと混ぜてください。はい、ちょっとつけておきます。はい、そうしましたらね、ご飯作ってきますね。はい、わかりました。押し寿司なのでね、こういったのがありますね、うん、簡単に作れちゃうんです。便利ですね。はい、でこれでちょっと作ってみましょう。うん、はい、じゃちょっとまずご飯をね、はい、入れちゃいますね。本当に簡単なんですけど、ちょっとスティックでちょっと濡らしてね、くださいね。で、上から押します。はい、これにトッピングしていきます。わかりました。はい、それで大根おろしなんですけど、ちょっとね、軽く吸っていただいて、水気を取っていただいて、こんなに乗せていきますね。そしてここの上に先ほどのナマコを乗っけていきます。はい、漬けておいたナマコですね。はい、そうですね。で、これもお好みなんですが、貝割れでもいいし、ネギでもいいし、好きなね、あのトッピングしていただいて構わないと思うんですよ。はい、出来上がりました。それではね、えみちゃん、ちょっとね、食べてみてくださいね。はい、いいですか？はい、ちょっと待ってください。はい、少しもう少しね、このピリ辛のソースを上からかけてみましょう。食べるときにもう一度やっぱりかけた方が、そうですね、美味しいわけですね。はい、ではでは、いただきます。うん、どうですか？うん、すごいナマコはコリコリしてて美味しいですね。うん、このおろしのさっぱり感とピリ辛ソースがマッチしていて、すごく爽やかなおし寿司です。美味しいです。最後に材料はこちらです。お肌にね、すごくいいんですよね。コラーゲンでほんとスベスベになります。そうですね、皆さんもっと食べてくださいね。たくさん食べてくださいね。このナマコはマルヒデさんの新しくできたラウンジ、ウニクラブで買えます。詳細はこちらです。今回はナマコの大根おろしピリ辛ソースの押し寿司でした。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。